はい。前回ベクトルバープロットを作ったので、ルービックキューブの形をした立体網目回路の対角抵抗を求めるという問題。これがまあ、立体版の始まりでしたが、一生懸命この形の、これはアイサーキットで1.123オームと分かっているという答えを求めるべく、電流ベクトルとコンダクタンスの正方行列を作って、これは人間の手入力です。頑張って作って、やっと解けたというやつであります。答えは1.123で合ってます。で、この時に可視化ということで、3×3 のノード点は4層あるんで、4層で、それぞれの電位をプロットしてみると、まあ、プログラムで1層1層作りながらということで、こんな感じの 3×3 ルービックキューブの電位分布が求まり、1アンペアを流すので、まあ、この1.12オームぐらいというのが答えというのが分かりました。で、これを前回のベクトルバプロット作戦に応用できないかなというのを考えてみました。イメージ的にはこんなもんです。今までどこからどこまでの必ず端っこ同士の計算をしとったんですけども、端っこ同士でない任意の位置間の抵抗の計算というのに対応できるようにプログラムをちょっと改善し、例えば3次元版のロゼッタコード問題であると0.6オームというふうにできます。で、こいつのデータを全部で10、10、10なんで、まあ、0から999までの1000個あるわけですが、それを全部取り出してみるとこんなグラフになるというんで、こことここが注入点と抽出点で、まあ、注入点がグランド電位じゃなくて、抽出点で電圧を取るというような、まあ、注入と抽出はちょっと逆のパターンになって作ってあります。そうすると、そいつらを全部 10×10 のマトリックスに入れてやって、各層ごとで書いてやると、まあ、こんな感じで、さっきと同じような、この絵の 3×3 の 10×10 のかつロゼッタコード 3D 問題111と667が求まることになりました。で、この電位に関係したような、この傾きみたいなものだから電解かもしれませんが、を、立方体のプロットの中に埋め込んでいることを考えました。前回の作戦と同じように、DX の部分にこの電位の傾きみたいなのを組み込んでやると。で、計算した結果はこんな感じで、まあ、スキャドプライムはあんまり、プロットは得意ではないとは言っても、なんとなく、点電下と点電下みたいな形の空間のベクトル場が表示されているのがわかるかと思います。ちなみに真横から見てみるとこんな感じで、こっからこうやってイメージがつかめるかと思います。それで、まあ、そこで4万点までしかプライムは 3D プロットできませんので、まあ 20×20×20、今の2の3乗倍なんで、8000点です。4万点まで余裕があるように見えますけども、こういう点を打つのと、このベクトルの2点を入れると、まあ、3万点くらいになるので、ほぼほぼ限界に近いというので、プログラムを
ちょっと改良してみました。その時に一番注意しなければいけないのは、ここをシンボルクに解いてしまおうとすると、プライムの7からめちゃめちゃ時間がかかって、制御不能みたいな形になってしまいます。必ずここは数値的に解くという作戦でいくといいと思います。そうすると、まあ割と早く、こんな風にして8000点の全ての点の電位を返してくれます。で、返してくれたのを 20×20 のメッシュで切ってグラフにしてやると、先ほどのこれの 20×20 で555と151515の位置です。立体的になるので、555と151515の位置であったらどうなるかなという原因分布で、かつこれが抵抗であります。抵抗の値は 0.55 オームぐらいです。で、さらに先ほどと同じ作戦を使って、立方体の各ノード点に今の電位の傾きみたいなのを取ってやって、グラフにするとこんな感じになります。まあ、なんとなく赤い丸の点と丸の点の間に電解があって、ベクトル場が描かれているのは花火みたいな感じにちょっと見ますけども、見えるんじゃないかなと思います。もちろん拡大してやっていくと、いろんなところの位置が見えております。これも真横から見るとこんな感じで0を含んでいるので、まあ1個ずらした方が見やすいかもしれませんけども、ちょうどこことここの電解の方向とかも合っている感じがつかみました。かつその理論的な正しい値はさっき書いてあったと思いましたが、あ、これです。これは理論的に正しい値で、ちゃんと正しい値として求まっていることがわかります。はい、以上です。